メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、池崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。うわー、すごい、めっちゃ美味しそうだね。ワインを飲んでいただいてもいいでしょうか。今日もさ、すごい楽しい。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。アントレラッセをします。来ると思うので遊びに来てくれたら嬉しいです。あとこれ見てくれた方で来たことない方もぜひ遊びに来てください。じゃあね。皆さんこんにちは、朝日ななみです。今日はヤングマガジンさんの撮影で千葉に来てます。可愛いスタジオでテンションマックスです。じゃあね。頑張ってきます。はい、シネマ1で冬川あざみ役として出演させていただいたんですけど、本当になんかすごいたくさんの方に見ていただけたみたいで、なんか自分でも動画見てる時に広告に自分が出てきたりだとか、なんかいろんな人にも見たよっていうお声をすごくいただけて、はい、自分の中でも思い出に残る作品になりました。ありがとうございます。本当にこういう機会くださって。イベントデータバンクをご覧の皆さん、こんにちは、古田愛理です。初めてのカレンダーを出します。皆さんぜひチェックしてみてください。以上、古田愛理でした。実際自分が使っていたデビューさんに
取材していただいて、また自分がオーディションにたくさん応募していた時を思い出したりして、すごい初心にまた戻れたような気もします。まだスタートして立てたか立てないかなぐらいなので、応援してくださる方にいい報告ができるように一生懸命頑張りたいと思います。アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、吉田理央です。今私は DVD の撮影で静岡に来ています。綺麗な海です。今回初めての DVD 撮影で、そしてあと初めてうなぎを食べました。とても美味しかったです。実は魚は食べれないんですけど、うなぎは食べれるみたいです。ありがとうございます。あと初めての滝を見たり、あと大好きな海で撮影をしたり、そして釣りもできてとても嬉しかったですし、ぜひ釣りをしているところの私を見てくれたら嬉しいなって思います。たくさんぜひ私の、DVD を見てください。以上、吉田理央でした。そうですね、まだそんなに実感は湧かないんですけど、特にこれが変わったって大きいこともないんですけど、お酒は飲みました。こんにちは、くだるみかです。今宮古島に撮影に来ているんですけど、友達を見つけました。宮古島のまもるくんです。イエイ。これから撮影頑張っていこうと思います。バイバイ。イエローキャムの元気印、渕上ひかるです。本日は、個人撮影会まもくありがとうございます。毎回来たたびにまもく本当に嬉しいです。また、大阪チャンス遊びに来るので、皆さん会いに来てください。またね。リングが終わったところです。そして石本ひかるが YouTube を開設しました。イエイイエイイエイ。なんかいろいろ多分ここにまだ出たりとかする編集はできないんですけど、これから頑張るので投稿いっぱいするので、よかったらフォローといいねとコメント待ってます。よろしくお願いします。バイバイ。今年1年は受験生ということで、受験勉強とあとまた芸能活動を始めたので、結構慌ただしかったのかなって思っています。これからもっと芸能活動積極的にできたらなと思っています。ヤンマガチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、水崎由美です。はい、今回の企画はなんと私の撮影の裏側をお届けしちゃいます。題して、水崎由美のグラビアメイキング祭り。難しいんですけど、ぜひ皆さん見てください。どうぞ。渋谷で不思議の国の豆山田というタイトルで映画とそれから手品と両方やります。見に来てくださいね。映画は、アリスの落ちた穴の中、ティム・バートンのアリスを向こうを張ってやりますので、ティム・バートンには負けないぞ。皆さんこんにちは、東京オートサロン2022イメージガール A クラスの黒木玲奈です。東京オートサロンに向けて、今回はリアル開催ということで、ファンの皆さんやお客様が今年は来てよかったなって思ってもらえるように、私たち A クラスも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。大平修造です。この度はこのような賞をいただけたこと、本当に光栄に思っております。ありがとうございます。僕が TikTok、 俳優 DJ、モデルを始めてから約2年間世界中の方々と、SNS を通じてつながることができました。そして先ほど編集長もおっしゃっていたグローバル、SNS って地球の裏側の方ともつながるのが一瞬で、僕はその地球の裏側の人たちに向けて、愛だったり幸せだったり笑顔だったりを届ける
活動を自分なりに考えて、活動してきました。この賞を受賞できたことによってそれが少しでも、報われたかなというふうに感じております。これから、この賞を受賞できたことによってまた一つ、僕の背中を押していただけたような感じがしています。これからもどうぞよろしくお願いします。こんにちは、北山しおりです。今回趣味のカメラを持って茨城県の魅力をご紹介する、北山しおりの旅写真フォトリップ。私は茨城県出身で写真もすごい大好きなんで、実際に撮影しながらいろいろ回って、で今回撮影する写真や衣装なども毎回変わるので、その辺もお楽しみにしてください。今日は大阪チャンス撮影会ありがとうございました。佐藤のぞみです。今年入って初の大阪チャンス撮影会さんだったんですけど、久しぶりにみんなとのんびりお話ししたり撮影してもらったりできてとても楽しかったです。また、次は多分再来月あたりになっちゃうと思うんですけど、チャンスさんに、来たいと思いますので、その時はよろしくお願いします。私は SNS をインスタとあとツイッター、この2つをやってるので、佐藤のぞみで検索してもらえたら告知事項とかいっぱい載せてるので、ぜひチェックよろしくお願いします。今日はありがとうございました。こんにちは、中井です。僕これ初めてですか、あの動画に出てくるの初めてですか。あ、はじめまして、中井です。なんだろう、ちょっとねこんな時期ですし、決して、いいとは言えないタイミングなんですけど、急遽なんかあのこね、このような急遽だとはいえ、もちろん自分の判断で撮っていただいてますが、ね、今はもう本当東京も日本も世界中も大変な時期で、なんかちょっと僕自身もどうしようかなーなんて、こうね、やっぱご挨拶したいんだけども、ちょっと不謹慎かなーなんて、思いながら、まあそんな不謹慎だとは認識しながら判断させて、もらいました。ありがとうございました。ぐらいなんです。はい、ね、うちの会社だけに限らず、ね、芸能界も普通の OL さんも、サラリーマンの人もおじいちゃんもおばあちゃんも子供もお母さんもお父さん、みんななんか大変な思いをしている時期なので、本当静かにと思ったんですけど、本当にお礼だけです。どうもありがとうございました。それじゃあまた、じゃあね。週刊プレイボーイで撮影したんですけれども、私自身初めてのグラビアでフィッティングとかも撮影の前にしたんですけど、どんな水着を着るかとか、どのぐらい撮影するのかとか、何もわからないままフィッティングに行って、いろんな水着を着て当日何にするか決めたんですけど、それもすごく楽しかったです。去年の10月に沖縄で撮ったんですけど、沖縄も初めてで、修学旅行とかでも行ってなかったので、撮影の前日に入りしたんですけど、マネージャーさんと沖縄でずっと食べ歩きして満喫できました。もっとなんかしっとりした感じで撮影していくのかなって思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタイリストさんもみんなすごい優しくて、なんか親戚みたいな感じのテンションで話しかけてくれたので、リラックスして撮影ができました。
ではお気に入りの写真を3枚選んだので紹介していきたいと思います。1枚目は赤い水着でデジタル写真集の表紙にもなった水着で、この水着はなんかフィッティングの時に一目惚れした水着で楽しみにしてたので、デジタル写真集の表紙にこれがなってすごい嬉しかったです。結構しっとりした感じで撮りましたね。笑顔っていうよりはアンニュイな感じの大人っぽい表情で撮るように心がけました。2枚目が花柄の水着なんですけど、撮影した日に絶対夕日が出た時に撮りたいねってなって、それを狙いながら撮影をしてたので、結構夕日が出る直前は急いで着替えていろいろ撮ったりしてたんですけど、結構ドラマチックに撮ってもらえたかなって思います。3枚目は白に小花柄のちょっと女の子っぽいような水着なんですけど、ちっちゃいお風呂みたいなとこで撮って、タイルとかに寝そべって撮ったりしたんですけど、一番自分の中で今までなかったような大人っぽい写真が撮れたかなって思ってて、結構普段が笑う感じの性格なので見たことない自分だなって思いました。今日紹介した3枚の以外にもいろいろな表情のカットがたくさんあるので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。以上、カオズアスカでした。バイバイ。 WWS チャンネルをご覧の皆さん、小林玲です。2019年末にグループの夢見るアドレセンスというグループを卒業したんですけども、それ以降は女優として舞台にチャレンジしています。こういう写真展はまあ何度か、やらせていただいていて、今回その福島雄二さんという方とご一緒させていただいたんですけども、福島さんとは2回目になります。で、前回がそれこそグループを卒業するタイミングで、今回がまた事務所を退所して新たなスタートを切るタイミングということで、福島さんには節目に撮っていただきます。楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。今回は、いつもはすごい企画をたくさんやったりするんですけども、今回は写真展と一緒に写真も見てもらいたいということで、ミニ企画を一つやって、その後に特典会をメインでやらせていただいたんですけども、心理テストをしたんですよ、みんなで一緒に。すごい、でも皆さんも楽しんでいただけたみたいで嬉しかったです。前回が羽化で、今回がもう完全変態ということで、撮影を終えた後に決めたんですよ、タイトルを福島さんと一緒に。で、それが卵から成虫へと変化していく姿、さまざまな姿を福島さんに収めていただいたので、成長したという意味も込めてこのタイトルにさせていただきました。しかも漢字で完全変態はインパクト大だなっていうのもあってはい、このタイトルにしました。自分自身で、前回から約2年が経って、やっとそのモデルのお仕事の他に女優の方も舞台とかもいろいろ出させていただいてて、やっとなんか女優って言っていいのかなっていうふうに思えるようになりました。 WWS チャンネルをご覧の皆さん、小林玲です。今回2度目の写真展完全変態を開かせていただくことになりました。2年の間でも人の顔ってこんなにも変わるんだなと自分でも驚きでした。皆さんにぜひぜひ見ていただきたい作品たちになっております。ありがとうございました。まあ、写真自体が実はその本格的に始めようって思ったのが最近でして、っていうのもその2018年からこう世界を巡る番組 のレギュラー番組をやらせていただきまして、本当にその時にこう世界の美しい景色を見て、もうこれを残せないっていうのは非常にもったいないなっていうのを思い始めまして、それからカメラを本格的に始めたいと思って、でそれからは本当にもういろんなところ行っては被写体を見つけて写真を撮ったりとか、散歩をしながら、まあ、写真撮ったりとか、そういうのも増えてきましたね。コントをなんか頼まれるってことがもうこの数十年なかったのか、しかもなんかこのタイミングでなんかこの媒体というか、うん、このハードでみたいな、っていう感じで、うん、驚きというか、はい、新鮮でしたね、久々に。なんか、まあ、断る理由はなかったですね。
いや、あのね、厳密に言うともっと長いんですよ。10年で、まあ、その多分板尾ロマンっていうあの僕の名前のついた番組のことをおっしゃってると思うんですけど、僕その中でコントやってないので、実績にはもっとな、コントって本当にいつやったかなと、もっと多分前なので、もう本当に10年もっと前ぶりだと思うんですけどね。もう僕はそういうことはあんまりお願いされないと思ってたんですね、はい。ああ、まだこういう需要があるのかなっていう感じはありました。 WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、桜田真央です。審査員特別賞に選んでいただきました。いや、本当に緊張して、もう初めに呼ばれたのでちょっとガクガクしながら壇上に上がったんですけど、そうですね、本当に発表を聞いた時は嬉しくって泣きながらママに伝えました。なんかやっぱりファンの方の応援があってかこその賞だと思っているんですけど、審査員特別賞グランプリを狙っていたってずっと言っていたので、なんだろう、ファンの皆様に納得していただけたかなとちょっと心配なのですが、私は自分的には大満足というかありがたいです、本当に。なんかもうこの人生の中で一番もう長く感じた2週間で、本当に私の今まで経験したことがないファンの皆さんの温かさとか、まあ、家族の応援とかもあったので、本当にみんなに感謝して2週間を終えた2週間後の自分は結構抜け殻みたいになっていて、発表まで本当に抜け殻状態だったんですけど、いい結果をいただけて嬉しいです。自分の中で自信になった部分っていうのはすごい大きくあって、人前で話すときに少し緊張しなくなったりとか、そうですね、あとは友達に言えてなかったんですけど、投票期間中というかは言えてなかったんですけど、なんかもう自信を持ってミスマガに出てたんだよっていう風に友達に言えたりとか、自分はこういうことやりたいんだよっていうのを伝えられたのが成長かなっていう風に思います。将来の夢は本当に好奇心が旺盛なので、いろんなことに挑戦したくって、でも最終的な目標は自分のファンの皆さんとボランティア活動をすることなので、そうなれるようにもっともっと有名になっていきたいと思っています。はい。ボランティアがちょっと、大学3年生の夏にスリランカにボランティアに行ったんですけど、その時の経験が自分の中でも大きかったかなっていうふうに思うので、まあ、みんなにボランティアの活動を知ってもらえるような活動とかをしていきたいと思っています。私はそうですね、なんか好きな人とか家族とかにご飯を作りたがる習性があるので、友達とかにもよくご飯を作るんですけど、みんなをうちに招いてご飯を作ってみんなでパーティーしたいです。応援してくれたファンの皆様、知り合いの方々、本当にありがとうございます。今私は審査員特別賞をいただくことができました。みんなが本当に応援してくれて、私は本当に不安がいっぱいの2週間だったんですけど、皆さんがいてくれたから自信が持てたし、皆さんのおかげで成長できたかなというふうに思います。いや、まだまだ成長していくので、ぜひ見ててください、お願いします。これはですね、ピンクのちょっとセクシーなルームウェアを着てるんですけど、本当はいくつかその表紙候補があって、その中で私はあ、これがいいって初めて見た時にすごくお気に入りの写真だったんですよ。で、たくさんスタッフの方ともお話しして、皆さんあ、いいと思うっていう言葉をいただいて、本当になんか満場一致というか、本当に皆さんいいと思って、私もすごくお気に入りの、一番お気に入りの写真ですね、を表紙にすることになりました。お気に入りのカットは、やっぱり、ランジェリーですね。初めてランジェリーに挑戦したんですけど、
下着の白の衣装で、なんか本当にこれ私なのかなって思うような、なんかなんだろう、本当に撮影中も憑依してたというか、本当にほとんどなんか記憶がないぐらい本当に乗せてもらってなんか出来上がったカットなので、本当にあまり記憶がないんですけど、出来上がったらすごくなんかかっこいいセクシーなカットになってて、本当にいつもはなんか笑顔っていうイメージがあると思うんですけども、もう全然そんな私じゃない、ちょっと新たな私をここで、はい、見られると思います。お気に入りのカットは黒のランジェリーです。なんか撮ってる時は本当にこんなセクシーな感じになるって思ってなかったんですけど、出来上がったらすごいなんか私セクシーな表情をしていてなんか自分でもびっくりしています。でもこういう表情を普段全然ね、ファンの皆さんにも見ていただいたことがないので、新たな私じゃないかなと思います。 WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、石川かれんです。今回私初めて一人で出させていただくということなんですけれども、簡単に自己紹介させていただきますと、北海道の札幌市出身の、2003年生まれ19歳です。20歳の代です。普段は、インフルエンサー、女優、タレントとして活動していて、YouTube や TikTok、Twitter、Instagram など様々な SNS を使って活動しています。小学校1年生の時に、地元の北海道の室蘭で、ドラマの撮影をしていて、そこでエキストラ募集をこう新聞で呼びかけがあって、そのエキストラ募集の要項を見て、応募したところ、そのエキストラ募集にこう引っかかって、ドラマの現場に初めて入って、こう女優さんがカメラが回る前と回った後とで全然表情とか声色が違って、その女優さんの雰囲気の差にすごく衝撃を受けて、私もテレビの中に入ってこんな女優さんになりたいって思ったのがきっかけで、小学校1年生から活動を始めました。今回私この写真集、ファースト写真集で初めて出させていただくっていうことで、やっぱりこう19歳の石川かれんを詰め込んだっていうコンセプトでやらせてもらってるので、変に背伸びすることなく飾らずに、なんか素の表情をこう表紙に使えたらなと思っていて、いろいろ候補いただいた中でもこの写真が一番こう誰かに名前を呼ばれて振り返った瞬間みたいな一番自然な感じに見えたので、この写真を選んだんですけど、一番表紙ってこう消費者の方っていうんですか、お店で通りかかった方が買うかどうかを決めるのって、まあ、知ってるかどうかもだと思うんですけど、表紙を見てビビッとくるかだと思うので、やっぱりこう目が合うような写真を選んだので、ぜひ目が合って連れて帰りたいなっていう気持ちになってもらえたらなと思います。そうですね、北海道で撮影するっていうのはずっとやりたかったことで、やっぱりこう一目見て北海道が分かるような大地の広さみたいなのが伝わる写真とかも撮ったりしてて、それもすごいお気に入りなんですけど、美瑛町っていうところに行って、美瑛町の電車に乗ったんですけど、電車が東京とかと違って2両の電車なんですよ。その電車がちょっとレトロな感じで、この写真が私のお気に入りなんですけど、これは撮影をするときにスタッフの皆さんとコンセプトを決めて撮影をしていて、ちょっと世間知らずな、お嬢様が一人で初めて自分のお家を出て、こう離れのおばあちゃん家に行くっていう設定をつけて撮影したんですけど、私もこう上京するときに不安な気持ちと楽しみな気持ちといろいろあって、そんな気持ちが表情に込められてるかなっていうカットになったと思うので、お気に入りです。でやっぱり窓の外の景色とかもなんかこう緑がすごい生い茂っていて、北海道のこの自然豊かな感じが分かりやすいかなと思って好きなカットです。中学校1年生まで札幌に住んでたんですけど、中学校の時の遊び場って言ったらたぬき工事だったんですけど、札幌の大通りの方の手前にあるたぬき工事っていう商店街、すごく長い8号くらいまである商店街、8番街くらいまである商店街があって、そこの商店街にお洋服屋さんもありますし、綿あめ屋さんとかタピオカ屋さんとか、そういうなんだろう、10代の女の子が行って楽しいお店がたくさん詰まってる商店街があったので、
そこに学校帰りにみんなでタピオカを飲みに行ったり、ハロウィンとかクリスマスにコスプレの衣装を貸し出してるプリクラ屋さんとかもあったので、そこに行ったりしてて、そのたぬき工事で実際に撮ったシーンとかもあるので、なんか懐かしいなって思いながらも、ちょっとやっぱり上京して6年くらい経っているので、景色が変わってたりだとか、あのお店なくなっちゃったんだっていうなんか寂しさもあったりして、なんかちょっと浦島太郎になった気持ちで、なんかちょっと寂しい気持ちもありながらの撮影でした。北海道にしかないものって言ったら何ですかね。あの、生活してみてこれいいなって思ったものが、私玄関フードなんですけど、あの、北海道ってこう雪が降ったりとかこうしてドアが開けれなくなっちゃったりとか、トラブルを防ぐために、そしてなんか防寒のために、玄関のドアの外側にこういう玄関フードっていうもう一つ玄関のドアみたいなのがあって、そこになんかこう物を置いたりできたりとか、ドア出た先でもう一個あるからちょっとあったかい空間がまだ続いてるみたいなところがあるんですけど、あの、東京の家にはそれがなくって、あの、あれがあるとすごい便利だなってなんか生活して気づいたんですけど、でも観光としてこう帰ってきて、あ、北海道いいなって思うのは、やっぱりこう空港の自動ドアが開いて外の空気を吸った瞬間に、なんかやっぱり違うんですよね。なんかこう空気がスッと入ってくるっていうか、やっぱ湿度がないっていうか、湿度がこう低くてカラッとした空気だからこそすごく美味しく感じるし、なんか今日もあの、着いた時に寒いかなと思って上着持ってたんですけど、上着いらないくらいの涼しさで、なんか空気美味しいなと思って、マスク鼻だけずらして空気吸って、もう本当になんだろう、空気が美味しいっていうのはうまく表現できないですけど、なんかとにかく美味しくて、なんかずっと空気吸ってたくなるなっていう、北海道の良さは東京に行って気づきました。でも東京に行ったからといって空気汚いなとか思ったことないんですけど、帰ってきては美味しいってなるってことやったら、北海道がよっぽど空気きれいなんだなって思いました。そうですね、まずはもう家族に一番見てほしいっていうのがあって、でも家族に見られるにはちょっと恥ずかしいページとかもあって、私今回そのずっと避けてきたランジェリーの挑戦とかも今回の写真集で初めてさせていただいたので、そのオフショットとかも家族に見せてないですし、この本紙を実際に手に取ってもらって初めて見るカットだと思うので、それはすごい緊張してるんですけど、普段こう私を応援してくださってるファンの方だけじゃなく、名前聞いたことあるよとか、ちょっとテレビで見かけたことあるよとか、あ、なんか聞いたことあるかもみたいな、ちょっと曖昧な存在として認識してもらってる方にも、本屋さんで見かけたらぜひ手に取ってもらえたら嬉しいなって思います。なんかこう今いてくださってるファンの方だったり、応援してくださってる方にも届けたい思いもあるんですけど、これからの石川カレンを一緒に見守っていただきたいなっていう意味で、新しいファンの方をゲットできたら嬉しいなって思います。いやー、謙遜した方がいいのかもしれないですけど、かなり思いもこもってますし、本当に最強のチームで撮影できたので、もう100点満点超えて120点くらいの出来栄えだと思います。私秋冬は、去年はすごいニットワンピとかにすごいハマってて、今日もやっぱり東京と札幌とで気温の差があるかなと思ったので、中はあのキャミソールのワンピースでこうセットなんですけど、キャミソールワンピにカーディガンで気温調節できるものとかが好きで今も着てるんですけど、今年はあのファーベストが流行ってて、ファーベストを私ももう3種類くらいゲットしたんですけど、素材違いでなんかこうボアっぽい羊みたいなモコモコなあのベストだけじゃなく、なんかこうシャギっぽい、なんかこう繊維っぽい感じの、 あのファーベストもゲットしたりとか、あともっとなんかこうなんだろう、アニマルっぽい感じのふわふわ感があるなんか毛って感じのファーベストもゲットして、でもなんかもっとベストって結構気温調節もしやすいし、袖の付け外しができるものとかもあって、なんかいろいろ便利なので、もっともっとファーベストゲットしたいなって思います。あと今年はあのニット帽をいろいろゲットしたいなと思ってて、まだ2個しかゲットできてないんですけど、可愛いなんか猫耳とか犬の耳がついてるニット帽もなんかちょっと流行ってるので、そういうの1個ゲットしたいなって思います。ファースト写真集カレンを、発売させていただ
きまして、この写真集をこう販売するまで結構すごい緊張もあったし、でもこの一冊にたくさんの思いを込めて、たくさんのスタッフさんとこう心を一つにして作り上げた作品 で、この作品を作るにはやっぱりファンの皆さんの応援だったり、ファンの皆さんがカレンちゃんを見たいっていう気持ちをこう持ち続けてくれたから出せた一冊なので、本当に皆さんに支えてもらって、皆さんにたくさん愛していただいて、今日私がここに入れてると思ってるので、これからも、皆さんと一緒にもっともっと大きくなっていけるように頑張りたいと思っていますので、まずこちらのファースト写真集カレンを読んで、もういろんな表情の私を見て、もっともっと私のことを知って、たくさん好きになってもらえたら嬉しいです。いろんな皆さんの喜怒哀楽に寄り添える一冊になってると思うので、ぜひぜひ一冊でもゲットしてください。なるほど。だんだん大人になってきますね。その何ね、いい感じだったんじゃないでしょうか。すげえかったです。すげえかったです。すげえかったです。あ、ありがとうございます。あとは海と砂丘らしいです。今日は実は外が寒いです。そんなことないです。頑張りましょう。よろしくお願いします。